フリードリヒヘッベルクリスティアンフリードリヒヘッベルは、ドイツの劇作家、詩人、小説家。北、ドイツ、ホルシュタイン州のベッセルブーレンに生まれた。家が貧しかったため独学で教養を身につけ、創作を試みた。1835年女性作家、アマーリエショッペのつてで、ハンブルクにやってきた。彼はある、船大工の家に寄遇したが、 その船大工の義理の娘エリーゼ・レンズ・イング別れを献身的に支えた。エリーゼに支えられて、諸女作、ユーリットを完成。その後各地を旅行し、ウィーンで知り合った女優、クリスティーネ・エングハウスと結婚したが、それまで尽くしてくれ、二人の子まで産んだエリーゼを裏切る、形となった。劇作家としては、ゲノフェイファ、マリア・マグダレーネ、ヘロディアスとマリアンネ、 ギュゲストその指輪、ニーベルンゲン三部作などを次々と完成し、19世紀ドイツ最大の悲劇作家とされるほか、序上詩や短編小説、そして日記も評価が高い。記事、ベッセルブーレンにはヘッペル博物館があり、ヘッペル協会の本部が置かれている。ありがとうございます。